日本の不思議、なぜ、どうして？北海道と沖縄、どのくらい違うの？もう、家の見た目からして違います。北海道旭川市、8月平均 21.1 度、2月平均氷点下 6.5 度。出入り口は高さがあり、二重扉。雪が積もっても安心。エアコンはなく、ストーブで夏もポカポカ。沖縄県那覇市。8月平均 28.6 度。2月平均 16.5 度。台風に備えて屋根が低い。夏はジメジメしていて、海から強い風が吹き抜ける。北海道と沖縄は北と南で遠く離れた場所にあり、気温も大きく変わります。この気温の変化が家の作りの違いとなりますが、近くの場所なら似ているのかというとそうでもないようです。京都府、山に囲まれた盆地で昼は暑く夜は寒い。町屋という古い家が数多く残り、お寺もいっぱい。大阪府、商売の町と言われ、派手な看板がたくさん。日本お雑煮選手権。地方の違いは食べ物にもよく現れます。例えば、お正月に食べるお雑煮。地方のある家ではこんなに違います。北海道、酒粕が入ってる。岩手、くるみのタレでいただきます。宮城、魚のハゼが丸ごと一匹、随気と呼ばれる里芋の葉を入れる家も。群馬、とにかく具沢山。千葉、幅のりという地元ののりがたっぷり。新潟、鮭とイクラ入りで豪華です。富山、甘エビや魚のすり身または牛肉を入れる家も。石川、シンプルなおすまし。福井、味付けは醤油ではなく赤味噌。お椀が隠れるほどたっぷりの鰹節や黒砂糖をかける家も。東京、焼いた四角い餅を入れるのはこのあたりまで。三重、里芋も大根も真っ黒になるまで味付けてから入れます。長野、ぶりがごちそう。京都、味付けは白味噌。具は全部丸いです。奈良、きな粉をトッピング。兵庫、焼き穴子がドドーンと。広島、プリプリの牡蠣。鳥取、あくまで丸く前菜です。島根、名物のうっぷるい海苔をとろりとかけて。香川、食べてびっくりあんこ餅。福岡、方言でたくさんという意味のブリブリ儲かるをかけてブリを入れます。長崎、一人用の土鍋に具がたっぷり。鹿児島、大きなエビと豆もやし。熊本、スルメを入れて仕上げは納豆。沖縄、もともとお雑煮を食べる文化がありません。